はい、こんにちは、ジミーです。今回のテーマはですね、えー、自己投資の正しい方法、本当に必要な資産とは何かという話をします。えー、自己投資の必要性を認識する人が増えています。将来の自分のために、えー、時間やお金を使うというものが、まあ、自己投資というわけですよね。ただし、えー、将来の自分のためにといっても,も対象は様々です。 今回は目的別に健康お金をこう稼ぐことそして自己確率のこの3方向でですね分類して考えます本当に意味のある自己投資をするための考え方を紹介しますポイントはですね自自己己確ののための自己投資ですもちろんですね当然バランスが大切ということにはなるんですけども多くの場合後回しにされているからこそ、まあ、これがある人が強いというふうに言えるわけですねこのような流れで説明をしていきます はい。早速一つ目です、えー。自己投資によってどの資産を築くのかという話をします、えー。先ほど示した通りなんですけども、目的別に大きく3つに分類して考えます。こちらですね。それぞれ、えー、自己投資によって将来得られるべき資産が異なります。まずはこちらから、えー、最も重要視するため、えー、最初に話します。自己確率による考え方の枠組みという資産ですね。 自分と向き合うことそして自分の考え方を広げるための自己投資が近年注目されていますまあ、大変化の時代を迎えて、えー、これまでの常識が通用しないケースも増えていますよね、えー、成長の鈍化、えー、格差の拡大さらに価値観の多様化地球の温暖化環境問題などですね、えー、考慮しなければならない問題というのが非常に多くなってます、えー、生き方に正解のない時代が来たというふうに考えて良いと思います そのような時代に必要なのは自分で判断する軸と、えー、様々な考え方を受け入れる枠組みなんですよね、えー。これは見えない資産というふうに言えると思います。言い換えればですね、えー、私の動画でも散々言っている通りなんですけども、信念を持つということにつながります。えー、これがなければ、えー、毅然とした判断はできません。不安になることも増えるでしょう。自分の軸を持たずして幸福もない。というのが、えー、これからの時代の特徴となるはずです。 自分の軸を持つための自己投資として代表的な手段は読書ですよね非常に簡単です自己啓発本ですとか偉人の考え方歴史思想哲学アートなどさまざまな分野から物事の考え方っていうのを学ぶことができます最近ではセミナーですとか動画などでも広く扱われるようになりました欧米を中心にですねリベラルアーツに造形が深いっていう人が多くいます最近になって日本でも一層注目されています まあ、リベラルというふうに言うぐらいですから、自由になるための学問であると、知識であるというふうに考えてよいと思います。また、組織の複雑化という背景もあってですね、多くの人がコーチングを受けて考え方の枠組みを授かっているという現実もあるわけですね。専門分野に対する知識とかスキルだけでは対応できない世の中になっていることがよくわかります。考え方の枠組みという資産の重要性が増しています。はい、二つ目、健康、体ですね。 いつの時代も体は資本ですね。えー、健康ブームの高まりもあって多くの人が健康のために自己投資をしています。まあ、コロナ問題が発生するまではですね、えー、かつてないほどトレーニングジムが活況を呈していました。筋トレ、ランニング、ヨガなどが人気ですよね、えー。自分の見た目に気を使った美容というブームやも、えー、自己投資の一翼を担うほど大きな産業になっているようですね。 年齢層を問わず大きな関心を寄せられているのが健康体に関する自己投資というふうに言えるでしょうお金をかけずに食生活を改めたりですとか気をつけたりすることも健康への自己投資の一部というふうに考えられます健康であり外見にも自信が持てれば気力やモチベーションもアップします土台として必要な資産ですよね 3つ目、お金ですね。えー、これはまあ不動産とか商品も含めてという話になりますけども、えー、自己投資をする目的として、えー、次に多いのが金銭的な資産を増やすことを目的にしたものです。えー、そのための方法論ですとか知識などもこれに当てはまりますね、えー。多くの場合、資格などもこの目的で取り組まれるというケースが多いと思います。転職に有利な資格を取るために勉強をする。えー、不動産や債券などの投資方法を勉強する、えー。お金の稼ぎ方についてのセミナーを受講する。 まあこれらはですね、金銭的な資産を増やすための自己投資です。また、2000年代に入ったあたりからですかね、盛んに資産運用という言葉を耳にするようになりました。一生懸命に働いても将来豊かな生活はできないかもしれないと、そういう時代に入ったことは確かなんですね。分散投資というふうに言われるように、日本円だけではなくて、他の通貨ですが他の資産にして保有しておくということも一般的になりました。 もちろん金融市場が複雑化しているという背景もあります最近では暗号資産に関する市場の整備も進んでいますまあこれらが専門でもない限りはですね時間とお金の大半をここに費やすべきではないと思いますそれでも何が起きているのかどう変わっているのかという理解ですねそして判断できるだけの知識を持っておくことは重要ですその知識がないと周りからの意見に振り回されたりですとか不安になったりすることが増えるでしょう はい、以上3つですね大ききく3つの分分類ににけてて説明ををしししまままたそれを踏まえて次に行きます最も変動しない資産とはとはいう話です、ね、3つですすねねつ資産を得るための自己投資という視点で紹介しましたけれども自己投資の対象となるぐらいですから全て大事なんですねお金という資産を形成することも健康ですとか見た目に力を入れることも知見を広げるということも今の時代には不可欠です大事なのはバランスですよねどれかに偏りすぎるよりはバランスよく自己投資をしたいものです 現状を考えればですね最も不足している分野は自己確率に関する自己投資ではないかなというふうに思いますここで認識すべきはですね自分の考え方の枠組みという資産の特徴です健康という資産は、えー、維持をすることはある程度できたとしても時とともに劣化することはどうしても避けられません少しでも健康でいる時間を長くしよう維持しようとそういった試みが健康への自己投資なんですよね 金銭的な資産もえ大きく変動する可能性があります。通貨、債券、不動産は常に変動しています。まあ、完全にコントロール外ですよね。価値が増すこともありますが、減ることもあります。え長期的に考えてみれば、ほとんど価値がなくなる危険性もあるほどですね。え実際に他国ではえ、国の通貨の価値が急落したりですとか、債券が紙くずになってしまうという事態が発生しています。 変化の時代であればなおさらなんですけれども数十年後のことを予測することはほぼ不可能です一方で知識経験から来る考え方の枠組みという武器はですね変わらない資産であるというふうに言えますこれは時間とともに劣化するものでも市場ですとか他社の影響によって変動するものでもありません変動しない裏切らないつまり自分のコントロール下にある資産というふうに言えます この枠組みを多く持っていれば、それを元に金銭的な価値を生み出すことも可能です。直接お金を増やすための資産ではありませんが、最も信頼できる資産と言えます。お金だけで資産を形成しないということが肝要になってくると思います。バランスの問題ですね。 はい、それを踏まえて次ですね。知識経験思考からくる考え方の枠組みを作りましょうという話になります。自分のコントロール下における資産それが自己確立考え方の枠組みという資産ですね。この資産が増えるほど強い自分を作ることができます。しかし先ほども述べたとおり一番バランスとしては不足している分野でもあります。まずは本などから知識として吸収してみると良いと思います。そししててて考えて議論して 自分の言葉でアウトプットします、えー、場合によってはですね、えー、すぐに自分の行動に反映できることもあるかもしれません、えー、それらの経験をもとにですね再度自分と向き合い考えますそれでこそ自分を確固たるものとして、えー、他者を受け入れるための武器となるわけですね学び考え経験しさらに考えることの繰り返しですこの分野の自己投資に特におすすめなのが哲学思想歴史の類ですね 名著と呼ばれる本かからら学び考えるこここととはこれからの時代に大きな意義を持つことでしょう本ですからね、はじめの一歩としては非常に取り組みやすい、取り組まない手はないというふうに言ってもよいと思います。はい、内容は以上になりますけども、最後にもう一度ですね、知識は考えて実践してこそ武器になるということを強調します。哲学などの精神的な自己確立だけではなくてですね、専門知識を自分のものにするためにも、 学んで思考して経験行動して再度思考をするといったこの繰り返しが有効です大学での学びの本来の価値はですね卒業した事実を履歴書に書けるといった権利ではないはずですねまあある意味ですね形式上の要件としては大切なのかもしれませんすごいと思われる要素になることもあるのかもしれません しかしですね、えー、それよりも大切なことは学び考え行動したことから得られた知見なんですよねその積み重ねが考え方の枠組みとなって自分の資産になっていくはずです MBA 経営学修士などはですね今でも人気を博していますところが MBA 保有者という肩書きが、えー、それが全てだというふうに考えている人もいるようですね終了していても MBA ホルダーは使えないと言われる人がいるのはそのためです、えー、MBA という名前だけでは本当の武器にはなりませんね 学びの中で身につけた考え方の枠組みを発揮するからこそ役に立つというのが実際です。知識は大変重要です。しかしですね、知識だけを詰め込めば良いというものではない点注意が必要です。知識と思考と実践、これがセットです。はい、以上ですね。今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。